回は F1 マシンのサスペンションシステムの一部であるプッシュロットとプルロットについて初心者でもわかりやすく解説します。 F1 の技術に興味がある方はぜひご覧ください。プッシュロットの基本、まずプッシュロットについて見てみましょう。プッシュロットは F1 マシンのサスペンションシステムの重要な部品であり、ホイールの動きをサスペンションに伝える役割を果たします。具体的には車のタイヤが路面の凹凸に応じて上下する際にプッシュロットが押されて動きます。この動きによってサスペンションに取り付けられたダンパーとスプリングが作動し、車両の安定性と乗り心地を保つのです。プッシュロットは車両のフロント及びリアサスペンションに使用されており、特に高い剛性と応答性が求められる F1 マシンにおいてはその設計と材質が非常に重要です。プッシュロットが押されることで発生する力がどのようにサスペンション全体に伝わり車両の動きを制御するかを図で詳しく説明しましょう。プルロットの基本、次にプルロットを見てみましょう。プルロットは F1 マシンのサスペンションシステムの重要な部品で、ホイールが上下する際に引っ張られることでサスペンションが作動します。具体的にはタイヤが路面の凹凸を乗り越えるときにプルロットが引っ張られて動きます。この動きによりサスペンションに取り付けられたダンパーとスプリングが作動し、車両の安定性と乗り心地を維持します。プルロットのもう一つの特徴はそのコンパクトな設計です。プッシュロットとは逆の動きをするため、プルロットは車両の重心を低く保ちながら軽量化を図ることができます。このため F1 マシンの設計者はプルロットを選ぶことでより効率的なエアロダイナミクスを追求することが可能です。またプルロットシステムがどのように動作するかを視覚的に理解するために図を使って説明します。図を通じてプルロットがどのようにサスペンションに力を伝え車両の動きを制御するかを詳しく見ていきましょう。プッシュロットとプルロットの違いでは、プッシュロットとプルロットの違いを比較してみましょう。それぞれのシステムのメリットとデメリットを解説します。まずプッシュロットについてです。プッシュロットのメリット、安定性。プッシュロットは車両の安定性を高めます。ホイールからの力がダイレクトに伝わるため路面の状況に応じた迅速な対応が可能です。応答性、ホイールの動きに対する応答が速くドライバーにより正確なフィードバックを提供します。強度、プッシュロットは一般的に高い剛性を持ち激しいレース環境でも耐久性を発揮します。プッシュロットのデメリット、重量。プッシュロットシステムは比較的重いことがあります。設計の制約、ホイール周りのスペースを多く占有するため車両全体の設計に制約を与えることがあります。次にプルロットについて見てみましょう。プルロットのメリット、軽量化。プルロットは軽量であるため車両全体の重量を削減できます。低重心、プルロットは設計上車両の重心を低く保つことができるためコーナリング性能を向上させます。エアロダイナミクス、コンパクトな設計が可能で車両のエアロダイナミクスを最適化するのに役立ちます。プルロットのデメリット、複雑性。設計が複雑になることがあり整備や調整が難しくなることがあります。応答性の限界、プルロットは設計上応答性がプッシュロットに劣ることがあるため正確なフィードバックが得られにくい場合があります。 F1 マシンでの使い分け、どのシステムが F1 マシンで使われるのかはチームの戦略によって異なります。それぞれのシステムがどのように使われているか実際の F1 マシンの画像を見ながら説明します。各チームは異なる戦略を用います。例えば高い安定性と応答性が求められるためプッシュロットが選ばれることがあります。一方で軽量化と低重心が重要となるためプルロットが採用されることがあります。チームのエンジニアはコース条件やコース特性を考慮して最適なサスペンションシステムを選択します。コース特性による選択、各レースコースには独自の特性があります。例えばモナコの市街地コースでは低速での操作性と俊敏性が重要です。こうした場合プルロットの軽量性とコンパクトな設計が有利になります。一方スパフランコルシャンのような高速サーキットでは高い安定性と応答性が求められるためプッシュロットが選ばれることが多いです。まとめと結論、最後に F1 マシンのプッシュロットとプルロットについてのまとめをします。これらの技術がいかに重要でどのようにパフォーマンスに影響を与えるかを再確認しましょう。プッシュロットはその高い安定性と応答性により路面の変化に迅速に対応しドライバーに正確なフィードバックを提供します。これによりレース中のコーナリング時に安定した走行が可能となります。一方プルロットは軽量で低重心な設計が可能で特に低速コースや
複雑な市街地コースでの機動性が求められる状況で優れた性能を発揮します。エアロダイナミクスの最適化にも貢献し、車両の全体的なパフォーマンスを向上させます。どちらのシステムも F1 マシンにおいては重要な役割を果たし、それぞれが異なる状況で最大限の効果を発揮します。チームのエンジニアやドライバーは最適なサスペンションシステムを選択し、マシンの性能を最大限に引き出しています。これらの技術の理解を深めることで F1 の世界がより一層魅力的に感じられることでしょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録といいねボタン、そして解説してほしいテーマがあったらコメント欄に書き込んでください。動画で取り上げて解説していきます。